体験して学ぼう脆弱性体験学習ツールアップゴート利用の手引き学習の進め方中編。本動画では ITA が提供している脆弱性体験学習ツールアップゴートを用いた学習の進め方を解説します。学習の進め方前編ではご覧の4つの手順の2つ目学習の流れまでを説明しました。ここからは3つ目攻撃者視点で脆弱性を理解するを説明します。学習テーマクロスサイトスクリプティングをもとに画面の見方や操作方法などを見てみましょう。はじめに左側のメニューで基礎クロスサイトスクリプティングイントロダクションの順に開きクロスサイトスクリプティングとはを選択しましょう。ここではイントロダクションとしてそのテーマの脆弱性の概要を解説します。また現在開いているテーマは左側のメニュー内で赤字で表示します。このページのイントロダクションでは2分の1と表示しています。このようなページは複数のページで構成されていることを意味しています。内容を確認したら右上または右下の次へボタンをクリックすることで2分の2へと進みましょう。このページはイントロダクションの最終ページです。各テーマごとに最後まで行くと次へボタンではなく次のテーマへのボタンが右上または右下に表示されます。内容を確認したらこのボタンをクリックしそのテーマの学習を完了させましょう。次はテーマ概要説明です。先ほど学習を完了したイントロダクションはテーマ名の左側にチェックのマークがつきます。この画面ではテーマの概要を説明していますので内容を確認し右上または右下の次へボタンをクリックして進みましょう。次のページは原理解説ですがもしもすでに理解していて演習に進みたい場合は上部のメニューで演習発見をクリックすることで途中の原理解説や脆弱性の発見手法をスキップし学習したいページを直接開くこともできます。前のテーマ概要説明のページで次へを選択していた場合脆弱性の原理を解説します。ここでどのような脆弱性なのか理解し次へボタンで進みましょう。ここでは脆弱性の発見手法を解説します。ここで学んだ手法を使い実際に脆弱性を発見する演習を行います。よく理解してから次へボタンで進みましょう。いよいよ演習です。ここでは実際にウェブ画面を操作することで脆弱性を悪用するとどのようなことができるのかを確認できます。どのように脆弱性を発見するかは検査の欄の手順に従って操作することで確認できます。まずは画面を下の方にスクロールして見てみましょう。スクロールするとこのように実際に操作できるウェブ画面があります。この画面は会員登録をするようなウェブアプリケーションを簡素化したものとお考えください。検査の欄に記載されている手順通りに操作すれば脆弱性を発見できるのですがまずは想定されている使い方で登録してみましょう。今回は試しに名前の欄にテスト名前住所の欄にテスト住所と記載し
性別は男を選択し、登録ボタンをクリックしてみます。すると、このように入力した内容で登録が行われます。現時点では特に違和感はありませんね。それでは次に、攻撃者の操作を体験してみましょう。戻るボタンや画面の上部の脆弱性登録画面ボタン、または最初のページに戻るボタンで、前の画面に戻って演習をやり直すことができます。今度は検査の欄に記載されている手順通りに操作してみましょう。名前の欄に指定された文字列、住所と性別は先ほどと同じ入力にして登録ボタンをクリックします。すると今度は画面の名前の欄に水平線が表示されています。不正な文字列を入力することで、名前の欄に入力した HR タグが文字列ではなく HTML における水平線を引く特殊な文字列として処理されてしまったことがわかります。つまり名前の欄に脆弱性があるということが判明します。攻撃者はこのような動作を悪用して、ウェブアプリケーションの脆弱性のある箇所を見つけ出し、攻撃の足がかりとしてくるのです。このようにして実際に脆弱性の発見に成功すると、画面上に演習目標を達成した旨のメッセージが表示されます。これで攻撃者視点の操作は完了です。それでは次に進みましょう。演習を行った後は、その演習で実際に行った攻撃がどのような影響を及ぼすかを解説します。内容を確認したら次へ進みましょう。レベル1の最後は動作確認です。脆弱性が正しく対策されるとどのような動作をするのか確認することができます。先ほどの演習と同じ操作を行い、結果を確認してみましょう。不正な文字列を入力した場合でも、先ほどとは異なり、名前欄に入力した内容がそのまま表示されていることがわかります。また、ソースコードを見ることで、どのように処理されているかを確認することができます。ソースコードの確認方法は次で説明します。ソースコードの確認は、Google Chrome や Microsoft Edge の開発者ツールを開いて確認しましょう。それではクロスサイトスクリプティングの演習を例に見てみましょう。 F12 キーを押すことで、このような開発者ツールの画面を開きます。そしてこちらの赤い下線を引いたファイルを選択してください。すると右側にソースコードが表示されます。画面に表示された結果の箇所を見てみると、入力した水平線を表す HR タグは異なる文字として処理されていることがわかります。この確認は演習・発見で使用したページでも確認することができますので、どのような違いがあるか比べてみるとよりわかりやすいです。以上でレベル1の学習は完了です。これで僕も脆弱性対策マスターだ。レベル2もあり、ここからが本番ですよ。レベル2も内容は似ているんでしょう。レベル2では対策に関する演習もありますよ。左側のメニューか次のテーマへのボタンをクリックすることで、次の演習に進みましょう。異なるパターンのクロスサイトスクリプティングの学習を進めることができます。続きはアップ号と利用の手引き、
学習の進め方後編をご覧ください。以上で脆弱性体験学習ツールアップゴート利用の手引き学習の進め方中編の解説を終わります。